いや、ちょっと、変わり身の速さに。こっちがついていけてないんですけど。ほい、ということで今回も、お、誰？ちょっと来てもらえますか？あ、マジか。こないだ言ったよね、子供が欲しいって。実は、大地がしに赤ちゃんが生まれました。おー、おめでたい。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか？ん、どっちでも嬉しいよ。うん、どっちも嬉しい。おお、台湾さんそっくりやね、なんか。うんうん。イメージ通り。まあそこは、自然に任せよう。二人で名前も考えたのですが。ふんふん。ライチのライチと、夫のワンから取って、ラインにしようと思います。ライン？うんうん、いいんじゃないかな。ラインを大切に育てます。うんうん。温かく見守ってやってください。またみんなで温かく見守っていこうじゃないの。おー、なんだ？子守か？今度は。ちょっとすみません。ほいほい。さっきまとめて言ってくれたらよかったのに。どうしても、ラインが鳴きやんでくれないのですが。ほいほい。くれませんか？よし、子守をやってあげようじゃないか。さあ、よしよしよし。はい、よしよしよし。どうよ。あ、今ちょっといい感じになったよ。あ、ほら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 。あ、いい感じじゃね？いつもこれ思うんやけどさ、これってどこでやめればいいんやろ。だってやめたら泣くやん。あ、これ大丈夫なんかな。ミルクの時間ですね。ふんふん。ラインの機嫌も随分良くなりました。よかったよかった。アユナのそっくりさん、ありがとうございます。ちゃんと終わりあったわ。お礼にこれもあげます。ん、なになに？実用品扇風機をもらいました。ありがとう。季節じゃないから処分したかっただけじゃないかな。ふふ。ほい、それじゃあ、お、見た？ハートマークがあったよ、今。なんか超ノリノリのリズムやけど。お、ハートマーク2つあるやん。ちょっと待ってね。じゃあとりあえず、りんちゃんの方に入るよ。ダメダメ。お、もしや。私と剣の間に子供がいたら、と想像したりします。いいね、いいね。出産ラッシュやね。ですよね。うんうん。そっか、今度はここの2人に嬉しい知らせが届くかもしれんねやね。よし。じゃあ道具で。ね。ヨガ入門書。そして、ギターを返していただこうかな。ほい。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。これにこれもあげます。なになに？実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。たまに、私のそっくりさんのことが気になったりします。きっと元気に過ごしとるけん大丈夫よ。ほい、それじゃあローストビーフでも。いただきます。いや、いつ見ても美味しそうなんですけど。ね、トモコレに出てくる料理とかってさ、全部リアルやけんね。お、だいぶ満足度上がった。やっぱ超美味しかったんやね、今の。ほい、そして、お、たっちゃん。さあさあさあ。ちょっとだけ、そっとしておいてください。いやいやいや。さあ、相手は誰だい？なぜかあの頃のことも思い出してしまいます。え、なになになに？まだ、手裏科のことが忘れられません。こういうパターンあるんや。ちょっといつもと音楽違うなとは思ったけど。え、うん。え、待って、手裏科ちゃん、手裏科ちゃん、大丈夫よね。今、相手おったりとかせん、よね、うん。頑張れ。では、手裏科と話ができるよう、お願いしてきてくれますか？うんうん。そうですか。たっちゃんがそんなことも。なんか今までで初めてのパターンや。わかりました。ちょっと考えさせてください。やばいね、うまくいくといいね。すごい、こんなところまでリアルだ。展開がね。もう一度、やり直しませんか？これって付き合って別れただけじゃなくて、離婚とかのパターンでもあるんかな、戻るみたいなの。ごめ
マジかよ。戻れよ。え、ここで戻ったら結構感動的な感じやったんやけど。残念な結果に。あ、この場合は落ち込まないの？なんで？は毎日のように遊んでます。そうですか。え、遊ばないじゃないわ。落ち込まないの？なんでだ？え、こっちの方が落ち込みが半端ない気がするけど。ねえ。まあまあ美味しかった？うん、よかったよかった。いや、ちょっと、変わり身の速さに。こっちがついていけてないんですけど。じゃあ、ゴルフクラブでも。ほい。道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。まあでも、落ち込んでないんならよかったよ。マンションの屋上に、きっと、ゴルフをしに行ったんだね。いやー、ちょっとねえ、うん。結構ドキドキしたいんやけどな。ひめかちゃん入るよ。一緒に遊びませんか？遊ぼう遊ぼう。お、キャッチ。ミが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。よし、来い。行きますよ。これだいぶ好きなんよね。え、それ婚約指輪じゃない？このアイテムがあって。ほいほい。夜中にドラも飛んでるらしいですよ。そんなわけないやろ、ちょっと待って。もう一回。もう一回だけですよ。はい。行きますよ。二回目って結構シンプルに来るよね。はっ、おっしゃー、ナイス。やったね。こんな方法で指輪がもらえるとか。めっちゃいいやんね。受け取ります。ありがとう。お宝、婚約指輪をもらいました。うん、いいんじゃないかな。相性バッチリ。ちょっと気になってきました。ぜひぜひ仲良くしてね。ほい、それじゃあ、ポトフでも。ほい、どうぞ。いただきます。どう？すごく美味しかったようです。よかったよかった。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。ね、何がいいかな？じゃあ、フラダンス入門書でも。ほい。道具、フラダンス入門書をプレゼントしました。てっちゃんと一緒にまったりする時間が好きです。いいね、いいね、まったり。お、早速フラダンス踊りよる。入門書って本で読んでわかるもんなんかな、フラダンスとか。はい、それじゃあ、ティナちゃん入るよ。喧嘩ではないみたいやね。よかったよかった。こんばんは。こんばんは。シュリカのこともよく知らないのですが、うんうん、私とシュリカとは気が合いそうですか？うん、いいんじゃないかな。そうなんですか。ちょっと気になってきました。てか、さっきのね、たっちゃんとシリカちゃんのね、てかあの、よりを戻したいとかいうパターンでも、ごめんなさいとかいう気の抜けた謝り方なんやね。ほい、それじゃあ。もう過ぎたけど。恵方巻きでも。寝すぎたけど。これもその日に渡したらなんか反応あったんかな。お、結構美味しかった。よかったよかった。まあね、普通に食べる分にも美味しいよね。私的には海鮮恵方巻きがいいけど。はい、それじゃあ。あきちゃん、瞑想タイムに入ってるけど。アルナのそっくりさん、1ヶ月もどこに行ってたんですか？ 1 ヶ月も？お久しぶり。シシミコイリとがいたら、と思うのですが。お、アリスとくっつけるのはどう思いますか？おー、いいねいいね、自分の親友を紹介、いいと思うよ。それでは、二人を合わせてみます。うんうん。お、とりあえずはなんかいい感じやね。ま
まあ、シシーさんもアリスちゃんも二人ともふわーっとした感じの子やけんね。お、ちょっとなんかシーンとした感じになっとるけど。どうなんやろ。てか、こんだけ近くに寄って気づかんもんかな。絶対気づくよね、これ。超至近距離から眺め寄るやん。今日はありがとう。友達からってとこかな。こちらこそありがとう。ああ、ダメなパターンか。まずは友達から始めるのです。あ、友達からね。なるほど。まあ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 、じゃあ希望はあるということだ。ほい、それじゃあ親子丼でも。どうぞ。めっちゃもりもり食べるね。お腹すいとった？結構美味しかったようです。この間セガキングなつづらもくれました。マジで？中身は何やったん？え、つづら自体ってこと？違うよね。いや、でもたまにさ、なんかこの中から一つ選んでくださいっていうのを選んだら中からつづらが出てくることあるけど、そういうことかな。はい、それじゃあひらめさん。お、入れない。誰か来たかもしや。いや、来てないけど。あ、どっか出かけるの？あ、出かけていくっぽい。出かけました。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。じゃん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 。はい、今日は 27,100円集まりました。ありがとう。そして夜市、500ドル分だれししてみない？ぜひぜひ。なんか今結構な早足で近づいてきたけど。いらっしゃい。私が買うよ。毎度あり。ほい、それじゃあまず一つ目の中身は、お宝、木彫りの熊が入っていました。これいつも木彫りの熊に全く見えんのよね。唐揚げみたいにしかね。二つ目の中身は、食べ物、エビフライが入っていました。三つ目。お、ボーダーニットのスモックが入っていました。まあ、まあ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 。服が一つ入っとったけ、まだいいけど。あの調子でね、木彫りの熊、エビフライ。で、またなんか食べ物とかそんなんやったら私、めっちゃ落ち込むよ。5000円も払って。お、なんか今日結構人多め？いや、3人だけかな。なんか超ニコニコしながら見ようやけど、あれ日和ちゃんよね。3人で一緒に来たんかな。はい、そしてマンションの屋上におるのはたっちゃん？まだおるんかな。あれ、ゴルフじゃなくなっとる。マサオさんと二人でなんか空を眺めよるよ。あ、結構近づける。めっちゃ手振りよるけど。あ、ここまで近づけた。マサオさんが口をぽっかりと開けているけど。何をそんな眺めをやろ。ほい、それじゃあ、お、チータンくん入るよ。めっちゃゴロゴロしよる。アユナのそっくりさんに久々に会った気がします。そうかな、久しぶり。ユートはすごく仲がいい親友だと思っているのですが、うんうん、ボスというのこともどう思いますか？え、いいと思うよ。相性バッチリ。やっぱりそうですよね。うんうん。これからもずっと仲良くね。ほい、それじゃあすき焼きでもどうぞ。いただきます。ほいほい。なんか最近結構持っとる食べ物が豪華な感じやな、私。お、結構美味しかった。よかったよかった。何が起こるかわからないから、人生って面白いんです。そうそう。まあね、起こることが分かっとったらちょっとつまらんよね。はい、それじゃあ、なっちゃん、寝よる。
じゃあちょっと夢の中にお邪魔しようかな。あ、このパターンのやつか。不気味よね。あ、写真撮っちゃった。ボタン押したらなんか変化するかなって思ったけど、別にせんのか。なんかこれすごい怖くない？というわけか、お宝、骸骨のキーホルダーを拾いました。そんな不気味な夢見たくないんやけど、私。おはよう、なっちゃん。こんばんは。新しい服が欲しいです。お、新しい服。無難な服ね。女の子で無難な服ってどんなんなんやろ。これ？いや、無難なのか。これはこれで冒険しとるような感じが。ね、あれはあれでちょっとおしゃれよね。ロングニットと柄タイツが冒険しとるかな。どれが無難なんだ。無難なって言われたらちょっと困るよね。パーカーと短パン。パーカーと短パンでいいんじゃないの。ベーシックのシャツ、ボーダーカーデ。どうだろう。そんなんでいいかな。ボーダー T シャツ、ボーダーカーデ。これで。はい。どう？落ち着いた感じにはなったと思うんやけど。お、すごく気に入った。よかったよかった。うん、なんかちょっといい感じやね。あれ？ちょっと見えづらいな。最近、目が悪くなってきたかも。マジで？それはちょっと、急いで、コンタクトかメガネを。ほい、それじゃあ、ミックスジュースでもどうぞ。いただきます。ほいほい。もうあれやね、ご飯はたっぷり食べたんやね。どう？まあまあ美味しかった。よかったよかった。お、しゃっくりしよる。さっきまでなんともなかったのに。もう今日は他にハートマークは出てくれないのね。ん？なんか、喧嘩をしている。どうしたんだ、シュリカちゃん。今多分、夏希ちゃんが怒っとったような気がする。もう。まあまあまあ、落ち着こう。仲直りして。じゃあ、このイライラも沈めてください。うんうん。それじゃあ、ギリチョコ。いや、カステラで。これ最後の一個やけど。いただきます。どうぞ。どう？お、結構美味しかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。ほい、いってらっしゃい。何で喧嘩したのかは知らないけれど、きっと原因はクマちゃんなんだろう。この間はごめんなさい。どう？どう、なつきちゃん。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。よかったよかった。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。何がいいかな。バレエ入門書。そしてギターを返していただこう。ほい。道具、バレエ入門書をプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なになに？実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。別に偉くなりたいとは思いません。まあね、うん、普通に平凡でいいよ。平凡に幸せに過ごしていければ。お、すげえ、三人ピタッと。でもなんかシュリカちゃんだけまだちょっとノリノリではないんかな。ね、あとの二人は結構ノリノリなんやけど。はい、それじゃあミーニュース見てこう。お願いします。狙う景品ミーキャッチャー登場。え、マジで。でも面白そう。
ゲームセンターあゆなで働く西山さんの話ゲームセンターあゆなゲームも設置した当初は Wii もこの土壌に扱っていて国内などの批判的な意見もあったそうですが、ほうほう、つつも体験してみると掴まれる感覚が斬新だ。好評とのことで掴まれる感覚が斬新だっていうのはもう掴まれた側の意見だよね。やられたって感じですので、面白そうよね。結構高評価やね。ありがとう。お、誰か浜辺におる。ん？足音だけが。お、あれはみゆちゃんとゆうくんかな。仲良しだな。すごいのんびりのんびりって感じやね。お、そして喫茶店に誰か。お、なんか今日賑やかやね。手前にピンクの髪の二人が。ピンク同士でつるんどんやね。でもなんか手前の二人はすっごい眠そうなんですけど。ほら、アスちゃんとクリちゃん。アスちゃんに関してはもうガクッともならん、すげえ寝てるし。みんなね、家に帰ってちゃんと寝たらいいのに。あ、そうや、一軒家の方見てみよっか。はい、それじゃあ一軒家に。はい、ケンくんとリンちゃん。お、リンちゃんが料理中やけど、なんかめっちゃ喋りおらん？ケンくんがその辺におるんかな？座っとったりするんかな？はい、そしてガイタンくんとネムちゃん。お、遊びに来てる、ユーナちゃんかな？チャーリーさんとアキちゃん。お、アキちゃん帰ってきとるね。そして台湾さんとライチちゃん。あら、遊びに来ている。なんかラインちゃんがめっちゃ泣きよる、めっちゃ泣きよる。困っとるね。超困っとるね。そしててっちゃんともかたん、ハットくんとミクルちゃん。ちょっとあれやね、泣きよったけん手伝ってあげようか。どうしてもタイムが気合ってくれないのですが、助けてくれませんか。うん、手伝ってあげるよ。ありがとうございます。またゆすればいいかな。アユナのそっくりさんだよ。アユナのそっくりさんだよ。ほら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 、泣きやんで。あ、ほら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 、ダメか。ダメか。どうだ。あ、これぐらい。あ、こういう感じ。あ、機嫌治った治った。これで大丈夫。おお、ダメかい。これで大丈夫なんじゃない。あ、なんか最後また泣き出したけど。あ、でももうご機嫌や。あ、よかったよかった。あれか、普段ああいう時に子守を手伝いに行ったら終わりがないっていうことか。大変だな。はい、それじゃあレッカちゃん入るよ。あゆなのそっくりさんと遊びたいです。遊ぼう遊ぼう、ぜひぜひ。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。重なった2つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか、3つの選択肢から2つ選びましょう。全問正解できるかな。ウィン、スタート。シルエットクイズ第1問。第1問、てて貝殻と何でしょう。ん、何だい。貝殻とポテチ。答えは、え、ポテチ。貝殻とポテトチップスでした。ポテチを皿に開けるな。わからないじゃないか。第2問、定点。ん？ブリキのおもちゃと、腐った牛乳？なぜわざわざ腐らせた？うわ、汚いな。シルエットクイズ、最終問題。最終問題、定点。いちごと、え？キウイ？答えは、い
仕事急いでした。あ、なるほどね、切ってるのね。丸ままかと思ったよ。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番でかいの。お宝、招き猫をもらいました。ありがとう。怒った時に使う言葉も教えてください。怒った時に使う言葉、グオー。そんなこと言わんやろうけど。どこ行った小さい文字。あ、そっか、押してからか。グオー、でいいですか？うんうん。オッケーオッケー。はい、わかりました。なぜか私だけ犬によく燃えられます。なぜ？でも犬ね、なんか、昔はさ、結構野良犬とかその辺うろつきよったんやけど、最近全然見かけんよね。どう？お、まあまあ美味しかったようです。あ、でもなんか野良猫には結構近づいていくんやけど、野良犬ってもあんま近づいていけんかな。ちょっと噛まれたら怖いよね。いや、どっちも好きなんやけどさ。ほい、じゃあ本でも。道具、本をプレゼントしました。お、早速読書中。なぜ立って読んでるんだ。お、座った。ほい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。いや、よりを戻すパターン成功例がちょっと欲しいんだけどね。